日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。この旅はママを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取り扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承をください。届いているかどうか電話してくる。朝ごはんは子供の弁当の残り物、野菜とか果物とか荷物送ってくれる箱の中、隙間に絶対お菓子入ってる。メールの変換ミスが多い、開業が変、孫と愛犬の名前を間違える、プレゼントをあげると思った、ないからと大事にして使わない。メールで了解しましたってなぜか他人行儀。ねえ転がってテレビ見ながらダラダラしてる。時計なくても時間がわかる。お風呂上がりはパンツ一丁でうろうろする。よくわからないイラストやメモを残していく。ディズニーランドではなくディズニーランド。父の悪口言うけど離婚しない、母が好き。実家帰るとお風呂とご飯やたらと勧めてくる。韓国そんなに好きじゃないくせに韓国ドラマにハマる。までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。